すっごい昔嫌いだったんですよ、AKB とか。ほうほうほう。やっぱ自分が可愛いからその顔とか売って音楽、その歌も上手くなければキャピキャピしてる感じで、僕すっごいそれが嫌だったんですよ。でも珍しく悪い言うやめてますねちょっと吐かせてください、だね、たまに吐かせてください僕唯一好きな曲がタララララタララララタタタララ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 です。乃木坂かな、乃木坂、それの PV がめちゃくちゃ良かったんですよ。でアイドルで踊って映ってる動画じゃなくて作成したアニメーションのやつだったんですよ。それめちゃくちゃ印象的でし、それきっかけにちょっと変わりましたね、考え方が。やっぱみんないろいろ考えますからね。あ、そう、え、全然実写じゃないってこと？実写じゃない、アニメーション。へー、珍しいね。はい、ということで、ウーヤンじゃないな、あ、ドラムにいるから、ナナ君から好きなアイドル。好きなアイドル、電波組の夢みねみちゃんです。杉谷です。好きなアイドルは博士薫くん、メグです。好きなモームスの石川理香好きでした。あ、なるほどね。キョンキョン好きです。おウーヤンです小学生の頃はリボンが好きでした。高松です。ジェネレーションギャップ。おお、リボンってアイドルなの？長作ひろみが3人組で、長作がセンターだったんですよ。親父好きだった。 あの人アイドルだった。しまった、しまった、違う、僕今シャインフォーエバーって言わなきゃいけないタイミングだった。これは間違いねえっすわいっぱい買わないかんすね。え、長作ひろみってアイドルだったんですか？もともとリボンのセンター。へえ、リボンって私あの漫画かと思ってた。そう、ね、俺もそうだ、うんうんうん、マガジンのね。その当時リボンとココっていうあの2大グループがいました。へえ、ジェネレーションギャップね。長作さん以外で有名な人とかいないんですか？その長作さん以外はリボン の2人の他の2人が今どうしてるかわからない。うん、でリボンのに似た雰囲気で、ほら、ほら、あのビーズの稲葉さんのほら、はい、宇徳恵子さんが同じような雰囲気で、あの昭和の歌のあれをやるっていう、ポチミケ、ミケ、ミケっていうグループがあって、3人組で、はい、そうそう、要はリボンをオマージュしながらその昭和の曲を歌うっていう、ミケが伝わらないか、分かんないです。宇徳恵子さんはそのセンターだったんですよ。へぇ、そうそう。じゃあ曲に行きましょうか。曲に行きましょうか。めっちゃ話したんで、ね、そうね、そろそろ行きましょう。そうね、これ歌始まりだね。いつもぞ七田カウンター、カウント、ね、カウント、カウンター、カウンター。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。
イエイ、惚れたな。クリーム多分さ同じコード見ながら弾いてると思うけどさ、うん、あれだよね、E シャープって書いてあるときと F って書いてあるときあって、うん、同じ F なのに引っ掛け技ね。これさ、なんかめっちゃ音がないなと思ったら勝手にまたマイナスようになってて、出た今日、ね、私これ多いな、そうそうやりがち、ね、結構やっちゃうんだよね、ったなやりがち、全然合わない合わないと思ったら、しょうがないね、そんなこともあります。そうそう、金主さん、九十九里浜、思い出の九十九里浜っていう曲で、要はその時代、昔の曲のタイトルをつなげていくっていう。おう、だから、ああ九十九里浜、夕日が泣いていると、夕日が泣いているっていう曲があって、曲があるんですか。そうそう、あーそういうこと、あの頃二人とも小麦色してた、好きさ好きさ好きさ、あの時君は若かったみたいな、すげえつながってるじゃないですか。そういうやつが面白かったんですよ。でそれは九十九里浜は割と接続詞入れてたんですけども、その後の白い白い白い珊瑚礁っていうやつがあって、それはもう、もう本当にタイトルだけをずっと並べてるっていう。面白い。でもそれもタイトルだけで曲が作れるって、すごいね、かっこいいな、面白かったですね。僕アルバムをレンタルで借りてカセットテープに落としてましたもんね、ジェネレーションギャップ。いやでもカセットテープは俺らギリね、俺らギリカセットテープですよ。そうか、そこまではカセットテープの文化はあったんだ。私もだってカセットテープだったよ、うん、知ってるよカセットテープ、うん、録音の仕方とかわかる？録音の仕方、うん、やあの昔お父さんとねそういうのやったことある、ね、赤と緑のボタンを一緒に押すんだよ、一緒に押すんだよ。そうギリギリ多分カセットテープ使ってました私。ナナ君がわかんない、全然わかんない。あ、嘘だ。だからやっぱあれですよ、あのそのあれにもよりますよね、カセットテープ使ってた人がいつまで使い続けたか問題。なるほど、うん、私あれも見たことあるもん、フロッピーディスク。あ、フロッピーディスクはね、そうそうそう、それエレクトンやってたから、それで。ああ、そうかそうか、エレクトン結構後までそうでしたね。懐かしいな、フロッピーディスク。ナナ君前 A 面 B 面っていう話分かんなかったよね、確かに。もう全然分かんない。そうそう、裏返したら違うのになるんだよっていう。もう CD がそうだと思って間違えてた話でしたね。CD はね、裏返したら流れないな。ゴリゴリ削れちゃうよ。そりゃ無理だ。うん、CD ももうあのレーザーで読んでたから削れるとかじゃない。あ、大丈夫だ。そう、うん、初めて買った CD、あのそこはシュージとアキラの青春アミゴだったんですけど、あれですよ、親が忘年会で当ててきたシナモンの CD プレイヤーがあったから。シナモン、あのシナモン、サンリオの、サンリオのシナモン、なんかしょぼいやつが来たから、じゃあちょっと買ってみるかって言って買っただけで、うちの家庭あんまり音楽聞かなかったんですよね。そうなんだ。あ、MD ね、 MD ね、懐かしい、ちっちゃいやつの MD、懐かしいな。ということで、はい、思い出の九十九里浜をやってみようかと、はい、で、めぐちゃん楽器名で出すとおそらくマイナス5で出てくるから、うん、そのままのキーでやってみようかなと。はい、懐かしいな。これ宇徳慶子で、しかもほら作曲織田哲郎だって。そうだったんだ。織田哲郎を知らない。知らない、知らないです。マジか。だから相川七瀬のプロデューサーですよ。あ、相川七瀬は分かる。知らない。え、有名見る少女。そう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 で、宇徳慶子が、あ、ミケの3人は BB クイーンズのメンバー。あー、あの、そう、パラリラってやってる後ろでやってる3人がミケ。マイナス5だよね。マイナス5でいきました。プラス5で出てきた、私最初。え、うん、待って欲しかった、うん、ピアノコードにしてからにします。はい、大丈夫です。別れたあの夏を
忘れられないの。出会ったその時にこの胸が震えたの。自分の好みねって人は言うけれど、これでも私には高望みの方だわ。あるフレーズじゃないですか、うんうん、昔の歌の歌詞で、うん、そうそうそういうやつなんですよね。ちゃんとタイトルでしたねあれで。しかもミケが3枚シングル出してて僕の時代に、はい、これとこの後にロックンロールのやつと、はい、だからこれが割とフォークかな、うん、とかで次がロックンロールで次が、あ、じゃあ次がフォーク、これがだからオール、なんて言うんでしたっけ、グループサウンズみたいな、グループサウンズとロック、うん、ロックンロール、それからフォークソングっていうこの3本立てで、しかも1曲シングル出すごとにそのカバーアルバムを出してるんですよ。だから島谷ひとみの長い髪の少女、甘い色の髪の少女か、それはだからもっと後のやつかな、こっちは他の長い髪のやつですけど、そういう曲を割と知ったのはミケきっかけだったりするっていう。長い色の途中でこれ歌詞調べようと思って調べたら、あ、これなんかマイクっていう地毛の 人のやつだと思ったら、これでミケって言うんですね。そう、ミケ、ミケでマイク、マイクでミケね。マイクでミケ。2番で転調してました。転調してたね、もうまさか転調してるとは思わなくて僕もね、綺麗に転調してた。そうそう、ちょっとテンション上がっちゃったもん、うわ転調したなと思って。テンション下げていこう、テンション下げていこう。転調するとテンション上がるんだ。そう、わあテンション上がると思って、でも上げちゃダメだと思って。上げてこう、上げてこうぜーだ。イエイイエイイエイ、うーわこの感じ、この感じいいな。高松さんいつもこういう感じか。しんど。今日はね、拾ってくれる人がねいないからね、あの大暴走になっちゃうから放送事故にならないように。びっくりしちゃった今。高橋さん好んでそれをするからね。そうそうそう、いや俺耐えらんねえわ。なんかなんだろう、本格的にかわいそうみたいなこと。それが一番かわいそうかもしれない。さあそろそろね、ラスジャニも視野に入れながら、そうです ね考えていきながら、最後の一周だよね、もうこれで。そうなりますね多分。
次誰？ゆうやくん。ゆうやくんになるんですね。どうしようなあ。最近 YouTube で、はいはいはい、結構前から見てるんですけど、外国のギターがもうすごい博士号とか取ってる人が、はいはいはい、日本の J-POP をすごい好きで解説しますってやつがあって、はいはいはい、さっきアイドルとかの曲が出てたじゃないですか、うん。日本人ってやっぱり別ジャンルを融合してるのがめっちゃうまいらしくて、ジャズとロックとか、はいはいはい、やっぱりなんか J-POP の特徴はそこに限るって言ってて、うん、やっぱもうそもそも日本人そういうのが得意なんでしょうね。転調をしっかり加工貿易でね、成長してる国ですからね。関係あんの？関係ないかもしれない。どうしような。じゃあ、はい、シミショー行こうかな。シミショー、最後、まだ最後じゃないですもんね、うん、これ、まだじゃあ、シミショーの真剣は NG ワードだろう。NG ワードは真剣、結婚したけど今日はタムケンの日ですからね。あ、そうじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。シミケンなんだっちゃ。おいシミケンなんだっちゃ。ナナ君、今日お酒飲んでる？飲んでねえ。今日原付？うん。あ、本当？一緒に帰ろう、うん、いいよ。やったー。私、七太郎と帰るから二人とも歩いて帰ってます。ちょっとちょっとそれは、俺今日もうめぐちゃんだよりだよ。毎回ね、送ってもらってっからね、なんとも言えん感じになる、ね、ちょっとなんか、うん、今日テンション落ちてるんで、後で上げてもらって、うん、説得していただいて。なるほど、了解です。なんか何か仕込んでるぞ、あそこ。あそこ何か仕込んでるぞ。じゃあ、清水翔太の君が好き。君が好き。あ、これ私すごい好き。よし、いい曲ですよね。奈良変えようかな。奈良変えようかな。そうです、今日一人で帰ります。ごめん、あ、そう、ダメだった。ちゃんとうまく壊すんだよ。今いかんね、今いかん。じゃあ、めくちゃんため今日これからの時間、女王様ポジション取れるし。確かに。マウント取られる、完全に。誰や、かわいい。かわいい子にするって言った人。前にね、島風さんが言ってたんですけど、はいはいはい、うん、めぐちゃんは、見てるだけが一番いいと。ほう。付き合ったりとかして、手元に置いた瞬間に、多分すごいことになる。すごいことになる。すごいことになる。それは、褒められてるのか、けなされてるのか、どっちなんだろうって。なんかね、そう、近づくとすごい痛い目に遭いそうっていうのを前に言われて、で、まあ、その後に結構あれじゃないですか、うん、月にね、一回変えたりとかしたりとか、まあ、変えたりっていう言い方は変わっちゃってるんですけど、確かに私はあんまり恋人向けではないなっていうのを最近自覚し始めまして。今後どうしていこうか。いや、めぐちゃんそのままでいいんだよ。本当？あ、眠れない夜だって。君のせいだよ。俺今いいこと言ったと思わない？すごいね。眠れない夜。だって眠れない夜って書いてあるんだもん。まあね。君のせいだよ。ダメ、抑えて、私抑えて、はい、抑えます。通常営業だ。通常モードでね。バラードですか？バラードです。じゃあカウントもらって。眠れない夜ベッドの中、ぼんやり光る気象。あ、もうちょっとゆっくりです。なるほどね。こんな感じです。眠れない夜ベッドの中、ぼんやり光る気象を見てた。突然鳴り出した携帯、聞こえてくる君の震える声。Baby to me、 どうしたの？もしかして泣いてるの？外の雨の音でちゃんと聞こえないよ。さよなら、
昨日の喧嘩を思い出した。僕はバカだ、今やっと気づいた。君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいて、ダメな僕を叱ってよ。今誓うよ、君を守ってゆく。だって君をこんなに愛せるのは僕だけ。さりげない優しさでいつも支えてくれている君に、これからは僕も同じようにできることがあると思うから。 Baby to me、 どうしたの、一人で悩んだりしないで。分け合う悲しみだってあるはずだよ。僕はいさて君を包むよ。大丈夫、二人なら乗り越えられるよ。しっかりと君を包むよ。君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいて、ダメな僕を叱ってよ。今誓うよ、君を守ってゆく。だって君はこんなに愛せるのは僕だけ。この広い世界で僕は一人ぼっちだった。君が僕を変えてくれた。君が好き、世界中で誰よりずっとそばにいて、同じ夢を見よう。君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいて、ダメな僕を叱ってよ。今誓うよ、君を守ってゆく。だって君をこんなに愛せるから。もしも僕が守ってるから、愛してるよ、苦しくなるくらい。その笑顔絶やさない、君が好き、君が好き。イエイ、めっちゃ君が好きって言うじゃん。言いながらちょっともういいやと思っちゃった。めっちゃ言うじゃん。高いな。清水翔太は高いでしょうね。めちゃくちゃ高いです。シミケン？こっちシミケンだっちゃって。これあれじゃない、あのグッサンの君が好きからのラスジャニ。うん、どうすかね、君が好きつながりみたいな。初めてのチュー、そっち行く。チュー、その声に行くの。そうしよう。一回さ、ヨウ君がやるときにあのミキサーのピッチシフトでやったことあった。最近ヨウ君がいるときに、あのね、いつも車で私あの一緒に帰るんですけど、みんなとヨウ君歌ってなかった？これ嘘、私が歌ってたのかな、この曲を、うん、あの清水翔太さん、違う初めての週、なんか私ヨウ君と二人でね、眠れない夜ってやった気がするんだよね。へー、やってないかもしれない。夢の話かもしれない。気にするな、みんな夢と現実の関係。あれ分かんない分かんない、やってそうだもん。これでもあの、はい、途中でセリフ入るじゃん。あれ、ヨウ君とやったやったってやってた気がするんだけど。やった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 よとか言って、二人で違ったかな。なんでもないです。いいよ、めぐちゃん、いいよ。もっと話して。いいよ。
初めてのチュー、うん、はい、あのハイスタンダードっていうパンクのバンドが、うん、自分の曲でカバーしてやってたんですよ、うんうん、で最初右手でドラムやってたんですけど、うん、左手に切り替えようって思って真っ先にコピーしたのこれでした、へー、僕言うてもそこのフレーズしか知らないんだよ。確かに、あでもこれだけだよ。本当かよ。いやいや、だって B メロとかあるでしょ。ニャ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 があるじゃん。君のせいだよ。あれ大丈夫大丈夫。さっきまでファーストキスっていつだろうな。おー、私ファーストキス20歳になってからですよ。まあ、そんいやそんなそれ